さあ、とりあえず、ここに、作りましょうか、姫様の部屋を。そこのあたり壊そう、全部。姫様の部屋です、ここは。ターゲットした。やったぜ。さあ、エッチなライト。エッチなライト、この辺に置いとこう。で、壁掛けでキャラに部屋割り当てんとあかんねんな。了解了解。じゃあこのままして姫様に部屋を割り当ててあげたら、姫様は、エッチになるわけ？それは、ナイスでしょう。姫様はエッチになっちゃうの？それって。大丈夫かな？姫 is edge time。 よし、これ外しとく？あ、いいんじゃないの。光が当たるようにしないとダメって。難しいな、それは。ここに置けってこと？これじゃダメ？もう一個横に置く？ここ？オッケー。で、ここに貼っとこう。書き込もうぜ、ここに。あれ、書き込めない。あれ、どうやって書き込むんだっけ、これ。え？書き込めなかったっけ、これって。あ、そうか、まず個室にせなあかんねやったっけ。ってことはまだだ。そうだ、個室にしてからだからまだだね。ってことはあとは貴族の椅子だね。次使うのは貴族の椅子で、どうやって作るの。整えた布がない。で、あとはスコップ使ってお花を摘まなきゃいけない。よし。とりあえず個室作っちゃえって。個室何いるんだっけ？壺だっけいるのって。個室。全く覚えてねえや。壺置いたら個室なの？あれ？あ、なったなった、個室に。よし。で、これで、姫の部屋。で、姫が来るのかどうか。ワクワクしますね。姫様が来るかな、またかな、またかな、またかな。あ、夕方に部屋にいた時のみだが。じゃあ意味ないじゃん。姫様、お、姫様、まさかこっちへ来てる。お、姫様、姫様、お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 、どうした。何プルプルしてるのお前、かわいいな。姫様、姫様、姫様、何一仕事終えてるの。姫様なーん。はあ、姫様は結局は姫様だったな。まだ可愛いおなごだったんだよ、姫様もやはり。はぁ、あ。あの顔のせい。なんでやねん。寝よ、ここで。え、めっちゃベッドあるからいつも寝放題やん、ここ。若者よ、焦るでない、わかった。まあね、まあ、エッチなライトは、また今後ですよ。いずれエッチなことできる機会はね、必ずあると踏んでおりますので、いつかかけましょう、将来に。よし。さあ、それでは今から整えた布っていうアイテムをね、手に入れに行きましょう。貴族の椅子を作るのに、とてつもなく必要になりますので。よし。どこや？おいー。あ、メタリンちゃんいる。いた。待て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 。待て待て、あ、
あ、メタリンちゃん逃げやがった、もう。すぐ逃げるんやから、メタリンちゃんは。さあ、この辺りに。魔法使いがいっぱいいたと思うんだけど、あ、メタリンちゃんまたいた。アタックゼロ。よし。勝った。逃がさんぞ。バカめー。よし、メタルゼリーゲットー。海に追い込めばいいんだな。で、魔導士がいない。ねえ、そんなこと言ってると一生 DD だぞって、やめて。ない、いないんだけど、整いだ、その先生。整ってないよ、あいつ。え、この辺いっぱいおらんかったっけ、前。これもう一個ライト作れるやん、でしょ？いいでしょ。メタルゼリーではね、エッチなライトのね、素材なんですよ。だから、エッチなことしたい人は、エッチなライト。あ、またいた。エッチマン。エッチマンいた、エッチマン。エッチマンいっぱいおるな。よし。あ、逃げた。こいつ。うざ。ちょ、待て。なんやこいつ。なんやこいつ。よっしゃー、ゲット、メタルゼリー。やべえ、またエッチなれる俺。エッチし放題じゃん、これ。どうしよう。うぃー。うぃー。どう、うぃー。やつ、いいぞ。どうしゃー。外の人のもうすげえゲットしてきた。助かるぜ。帰るかも。邪魔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 ドラキー、俺ひたすら虐殺するゲームになってんじゃん。申し訳ねえ。 YouTube で子供が見てるって、いや、エッチなライトって意味だから、そんなやらしい意味はありません。だいたら実況局は未来ある若者のために放送します。よし、これ大丈夫。到着。よし、さあ、じゃあ続き作っていきましょうか。貴族の椅子ですね。貴族の椅子を作って、まずはなんだっけ、姫様の完全の部屋を作ってあげましょう。鼻かゆだな、いっぱいかよここ。時間も時間だから、もう今深夜ですね。皆さん、深夜っていうのは人を狂わせますね。普段、真面目で、青少年、爽やか少年と言われているこの私でも、ね、時間というのは、人を狂わせます。ね。皆さんも、ね、肝に銘じておきましょう。はい。さあ、なんだっけ、今からすんの？貴族の椅子か。よし。明日休日出勤ですか？いや、明日俺休みだよ。いいでしょ。ちょっとした個室になった。あれ？姫様の部屋ってこれで終わりじゃないの？まだダメ？なんかいるのかな？聞いてこようか、門番に。よし。よし。壁食で、花飾りか。ねえ。はい、じゃあ花飾りを、持って、よいしょ。花ってどれ？これでいいの？いや、白い花？ん？これでいいのかな？わかんない。え、花飾りだから違うよね、多分。そのアイテムあったっけ、花飾りとか。え？どういうことや。誰か、ちょっと教えて。ねえ。明日のデートがプロレスになったって。頑張ってな。どういうこと？花飾り。え、そのまま置いたらいいのこれ。バッバッバン。え、この辺にペッて置くの？あ！お姫様の寝室できたんだ。へぇー。姫様見にもけへんわ、これ。なんか下に誰かおるぞ。うわ！ついに地下牢獄。リスナー部屋に誰かいる。うわぁ！やはり、導かれてしまうのか、お前は。
導かれてしまったのか、お前は。わかるぞ。うむ、大体よ。ラダトームもいい街になりそうだな。さて、我が輩がここまで来た理由は、イニシエのメダルを届けるためではない。伝説の鎧の作り方だ。ね、メルキトロクを思い出してな。教えて教えて。雪の符の子孫であった。雪の兵はこうして思った。伝説の鎧は、お主がまだ作り得るぞっていう。わかった。作るぜ。生き生きしてるな、こいつ。光の鎧。ね。毒沼マグマのダメージを受けない。バカでしょ、これ。強いわ、それは。調教の甲斐があったなってな。しっかり教え込んだからな、そこが。お前の場所だぞって。さて、光の鎧作るのに、ブルーメタルっていうものと、上質な毛皮がいるんだよね。これがどこにあるのか、探さなあかんな。あなた変わった人ですね。噂はいろいろ聞きました。いくら魔物と戦っても強くならないとか、幽霊が見えるとか、魔物が話せるとか、愛想がないとか、体が冷たいとか、筋肉がないとか。でも、ね、いつも驚くのは、よく夜眠ってる僕に声をかけてくるときです。人が眠ってるときに声かけてくる無神経さも、ね。あなたに声かけられると体が反応して起きてしまう。目立ってるな、これ。ダイダラ様、あなたは人間ですか？まさかまさか僕だけに見えてるとかやめてくださいよね。恨まれてんのかな。青い扉のやっぱ洞窟とかにあるんだ。いや、まあ、洞窟巡りしていくか。さてさてさて、あともう依頼って終わった、全部。うん、鎧作りだよね、次は。じゃあ頑張って、じゃあ先行きますか。探そう。宇宙人ですか？いや、宇宙人でもある。青い扉？赤じゃなくて青？赤でいいでしょ。行きましょう。デタラバ人間です。さーて、じゃあ今から行くか。また、世界へ。世界巡りに行こう。よし。だいたら火星人じゃないです、地球人です。それはここって見たっけ俺。ウェーイ。あー、明かりがないな。松明とか作っときゃよかったな。ちょっともったいねえけど、これ作るか。かがり火、かがり火なんかクソ持ってるからな俺。いいか、使わんでも。お、いいね。まず銀さんがいっぱいあるぞ。よし。トロールはね、あれ、ザコモンスターなんだよ。今までだったらボス級だったけど、今回は。うわー、あ、いっぱいある、青いのもある。これは嬉しい。硬。すげえ硬い。爆弾もっといっぱい作ってこりゃよかったな。2個しかない、今。え、いるのってなんだっけ、みんな。あ、やばい。止まってた、放送が。うぇーい。よし。一瞬止まっちゃったけど、とりあえずブルーメタルいっぱいゲットしました。あとなんだっけみんな。ブルーメタル以外って。よいしょ。あ、大砲でもいいんだっけ。ほい。ウェーイ！いけないやんけ。いけへんやんけ、これ。オリハルコン超あるな。ウェーイ！いけないなぁ。上質な毛皮か。でも毛皮やったらこれオリハルコン取っとくかも。ねえ、ほい。オリンクハルコンはダイダラ自身が玉になれって。どういうことやねん。俺自身が玉になることだね。え、たまたま玉になる玉だらです。銀はすごい意外といるので集めときますね。よし、さあ帰りましょうか。黒岩さんがめっちゃ余ってる。さあ王者の剣持っていこう。え、誰が落とすんだ？ねえ。うわあ、夜なっちゃった、これ。これ敵じゃない？ほら、敵だ。うわ。BGM が、いい感じになってんじゃん、夜。
ドゥルル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 。洞窟の BGM だっけこれって。ねえ、ナッツアルミラージュが持ってんの？ケルビーが持ってんの？ケルビーおらんやろ。データが消える、消えへん、消えへん、データは。ウィー飛んでくなー、敵。どこだろう？砂漠の方かな。砂漠やっぱ。砂漠行きましょうか。まあ、ロロンドの言ってた依頼だから、やっぱロロンドのね、ゆかりあるとこにおるんやろな。よし。で、サクッと集めてきますね。砂漠の民よ。さあ砂漠、うわ誰も、あいたいた、アルミンいた。よし、あデータ上質の毛皮。さあこれの調子でアルミラージがいたら引き殺しましょう。交通事故発生や。お前らも意外と素材いいもん落とすからな。ちゃんとキルしとこう。お前邪魔や、アルミラージ。でも意外とねモンスターがおらへんねんなこのゲーム。よし、ウェーイ。よいしょ、意外と一発が重い。さあ次、復活の呪文、呪文が違いますが辛かった。復活の呪文を俺入力したことあんまないねんな。やっぱ世代やろうかなこれが。なあ俺も結構いい年してんだけど、でもスーパーファミコンとか64やからな、言うても俺がやってた、よくやってたのって。ねえ、よいしょ、悪いなこうやってちょっと若さアピールしてもうたわ。悪い悪い。よし、ふい。おっと、かかり火欲しい。アルミラージマジいねえぞこのゲーム。どうなってんだよ。うーい、痛い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 。アルミいない、アルミいない。いやカニばっかじゃんここ。カニ、カニ食いたい、カニ食いたい。カニ道楽怒って誰か。よし、お前熱いし、カニだし、あっカニ痛いわもう。さあこっちもある。アルミラージはマジいいね。昼がいいの？ジェネレーションギャップこれが。悲しいなみんな、俺はみんなと同じ時代を生きてるはずやのに同じ時代じゃないんやで、これが。ジェネレーションギャップやでこれが。でも俺も、今俺10代のことは喋れねえと思う。ね。うちのリスナーの10代のことはもう、話がまるで合わねえと思うわ。いや、トゲ罠落としたよな、あいつ。いいぞ。絶対あるもんね、ギャップっていうのは。よし。さあ、ひたすら交通事故だ。いた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 。よいしょー。ウェーイ。さあ、まだまだおるぞ。モンハンとか？ねえ、いや30代じゃないよ俺は、ね、上の人との話も合わねえだろうし下とも合わないし。あの待ってった。ねえここ、ここだけ壁めっちゃ気持ち悪ないみんな、なんかねえこういうとこってなんかあると思うね、隠されたダンジョンが。なさそう。止まる、なんかちょいちょい止まってんね放送。悪いななんか。よし、ほい。悲しい。動いた？まだ止まってんの？まだ。もう一回動かすで。よし、ふぅ、これでオッケー？あーもったいない、耐久減らんから強すぎるわ。3連休だから、そうか、ニコ生時代が重いのか今。3連休でみんなニコニコしてるから、ニッコニッコニーってしてんだな。まったく、ふい。更新する勇気を、そうだみんな更新しろ。さあ、ようやくこれでいろんなアイテムが集まったので帰りましょうか。はい、3連休みんな充実してたか。俺は、ようわからんことばっかしてたぞ。よし。さあ、これで帰宅しましょう。これで光の鎧が作れるはずです。伝説の鎧の、なんかよくわからんやつ、ね、をゲットできることでしょう。ね、更新してね、みんな。コメントでも言ってあげてね、みんな。
はい。おお、大丈夫大丈夫。光の鎧作れるようになりましたね。ギリギリだった。精霊の加護によって守られた伝説的な鎧。イエイ。さあこれでロロンドから依頼されたやつも完了だ。ちょっと飲んどこう。だいたいだって旅行行かないの？旅行行くか、家でゆっくりするかって言われたら俺、家でゆっくりしたい。うわぁ、俺ロトの勇者や。うわぁ、すげぇ、こいつは壊れるんだ。うわぁ、これは壊れるんだ、ロトの勇者のやつは。ちょっとロロンドどこに読んでよ、お前。お前はいつも、ここに、ここが好きなんか？ええぞ。おお、抱いたらついに光の鎧が完成したな。どれ我が輩にも一度着せてやせてくれさ。やだよ。ぬ、加齢臭がつきそうだからやだぞ。まったく、お主は、ねえ、変わらんな。精霊に使わされたものならもっと清い心を持っていても良さそうなものを。と我が輩は人間らしくて好きなのかな。ところで抱いたらよ、ムツヘタという老人はなぜ偉そうなのだ。竜を倒すものではないなどとふざけたことを主君がしおって、今この世界でお主しかおらん。頼むぞ、ダイダラ。世界を完全になんかうんたらしてくれ。オッケー。ピリンもロッシュも、待っておるぞ。ピリンちゃん。ピリンちゃんがいっちゃん最初に出会った女の子だから、やっぱピリンちゃんが好き。やっぱ初めて会った子は好きになるっていうもんな、やっぱ。うん。あれ？キンゲット。あれどうなのみんな。盾ないの？盾。盾ひらめいたじゃーん！イエイ。これで俺完璧な勇者じゃん。ユーダラだよ、これで。やったやったやった。ピリンちゃんはロッシュ君と幸せな家庭築いてる。そういうのやめて。さ、勇者の盾。また、またブルーメッタルいるじゃん。ブルーメッタルって結構作るの大変やねんだよ、ほんと。こやつ。ね。じゃあちょっとブルーメッタルを。はぁ。取りに行くかなぁ。でもさ、やっぱ全身勇者にしたいやん、みんな。NTR 興味ある、ないよ、NTR なんか。絶対嫌でしょ。ピリンはね、可愛いよね、ほんと。わかる。よし。ピリンはアイドルだと思うよ、ほんとに。だって、ここら辺の、なんか、洞窟の中に、だいたい入ってるんで、洞窟を探しましょう、まず今から。痛い。あ、なんか飛ばしちゃった。交通事故だよ、もう交通事故。爆弾ちょっと作ったよ。あ、毒の沼来ちゃった。毒の沼のとこないやろ、多分。どこやろ？あ、あそこ洞窟あるぞ。なや、ここ。あ、寝床やるよ。あ、ちょ、待って。ベッドあった、ベッド。ロロンド用のベッドあった。回収しとこう。イエーイ！これが欲しかったんや、俺。よし。はい、さあ、来ましたよ。お、わあ、あった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 、ブルーライトカットメガネ。で、銀直そう。素材めっちゃ持っとんな、俺。オリハルゴ47個持っとるやんけ。落ちすぎやろ。よし。じゃ、ベッド、ここに、ドカンと行きましょう。はじき飛べー！ウェーイ！お！ 4 つぐらい手に入ったね。こんなもんでええか。帰ろ。わずか一発で、来てしまった。でも毒ダメージ食らわんって言ってもさ、やっぱり、毒の沼に入ることには抵抗あるで、みんな。ね。もう、ないよね。よし、それではちょっと、車でドライブしましょう。おー、木がいる。おっきい。イエーイ。木やっつけても何も落とさないんだ、お前は。うわー、毒食らわねえ、マジで。うわ、ドロルルンもいる。うわ、買った、お前。あ、でも石の剣や、これ。よいしょ、王者の剣に切ろう。強、俺。うわぁ、これ武器によって全然攻撃力ちゃうなぁ、ほんま。BGM ファミコンチックになった。そうやね、懐かしの盾ごとっていうアイテムをね、ステージに置くと、BGM がレトロになるんですよね。いいですね、この配慮。昔の、
ドラクエプレイヤー全員泣きます。よし、でも俺ファミコンやったの、ファミコン版っていうかドラクエ 1,2,3 やったのは大人になってからやねんな。破壊の剣取りに行くね。何破壊の剣ってね。よし、さあこれで皆様ようやく作ることができます。勇者盾作るぜ。リアルタイムでやったんだ、いいねそれ。あとメルキドブーツっていうかメルキドグリーブね、あれがあれが完璧。よし、うわ全身勇者様だ俺。うわかっこいい、イケメンやでこれ。で、ほら勇者の剣も持って強そう。魔剣ってのがあるんだここね。え、まあそれも後で取りに行こうか。まあちょっと待ってな、まずは俺はちょっとドヤが降りたい、ドヤりたい。でも俺2時間やっとんやん、もう放送やばいって。今日こんな長くするつもりなかったのに。夕方自分の部屋で姫様がエッチなことをするって聞きました。さあ果たしてエッチなことはしてくれるんでしょうか。ちょっと待ってこれ、エッチなる、エッチなる、ダメ、まだまだ、なんでエッチななんないのお前は、なんでなの。違う、待って、顔外さんとあかんの。顔外したらエッチなる、だったら俺顔外すよ。エッチなってほしいんだけど姫様に。姫様お願いします、お願いします姫様。俺これ壊すから姫様のために。姫様これでどうです、姫様。あ、姫様これは悲しいよ、わ悲しい。またの機会にお待ちください。姫様エッチになる、乞うご期待。悔しい、次回だなここは。うわエッチライドもっと作るか後で。壁の食材消すか一個。これいらないんだよね。よし。あれ？あ！食材絶対いるんだ、姫様の部屋って。別にいいや。ねえ。4マスライズの部屋にした方がいいって。いいやろ、別に。別にお前の部屋は姫様の部屋でなくて何でもええやん。置いとけ。まったく。いや、自動回復1アップってあの、住民が強力な装備する。ということで、じゃあもういいや、今日は終わろうと思います。皆さんお疲れ様でした。ドラゴンクエストビルダーズ、ね、アレフガルドを復活せよ復活します。頑張ります。多分ね、もうすぐ終わると思います、このゲーム。ね。で、なんか、魔剣とかがあるんでしたっけ？魔剣。魔剣士は誰にも魔剣士みたいな。うん。そういう魔剣もあるみたいなんで、その魔剣もね、また今度、ちらっと探してみようかなと思います。よろしくお願いします。教えてね、みんな。はい。それでは皆様、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。お疲れ様。バイバイ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は、動画の下のここをタッチ。
パソコンの方は動画の下のここをクリックしてね。またツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それではまた次の動画も見てください。じゃあのー。